ブックプレイラジオ小屋話オウォーリー木下です。岡田内家康です。よろしくお願いします。今回は、えーと、引き続き、えー、俳優の3人に来ていただいております。えー、青年団、長野海さん、サファリティー、佐々木康子さん、えー、スパック、石井もゆさんです。よろしくお願いします。お願いします。後半は。 なんか、仕事でも、仕事の話を、ちょっと、仕事、お金の話をね、しよう。はい。はい。<laughs> すごい。よね。い,い,いや、なかなか。喫茶店だね、もうほぼ。でもさ、すごいいいなと思うのは、はい、えっと、石井さんは、さっき言った効率劇場で。働いて、はい、ま日本で本当に唯一、まあ、ピッコロ劇団で、兵庫にあるけども。まあ、ちょっと、そことも少しだけシステムが違う、ね。そうですね。で。っていう、まあ。 公務員になるわけ。いや、違うんですよ。自営個人事業主です。個人事業主なんですか。はい。あの確定申告は俳優って書いてます。おお、なるほど。はい。っていう人と。えっ、ー、と、青年団っていうね。まあ。はい、劇団としては、本当に日本の中でも、もう、本当に大きい劇団。多分、人数的にも、だいぶ。多い、何人いるんですか。ああ、もう、今、わかんないですね。無輪館四期も増えちゃったので。あ、で、丸尾劇団じゃない。 のでできないじゃないか、二百三百二百五十とかすごいなっていうところに所属している長野さんと、はい、ええたった四人の人数じゃないもんね、いやそんな人数じゃないですよ。人数じゃないよ。やすこは確定死確定死国に佐々木やすこなんて書いてるの。確定死国俳優って書いてますよ。そうですね。お前にお前にじゃないよ。だってそれこそわかんないけど佐々木やす ここが一番儲けてるかもよ。<え>いや、そんなこと絶対ないです。<お>ありえない世界線です。それは。<laughs> え、はい。なんで、そんなことないかも。一回何聞きたい。佐々木さん。<え>え皆さん、その、はい、あのー、さっきスパックとは。公演ごとに契約されてるっておっしゃってたじゃないですか。はい、だから、月給とかではないんですか。もう公演ごとのお支払いに。 俳優はそうです、ねえっと他のテクニカルスタッフも同じ形の場合もあるんですけど、はい、えっと基本的には、えー、制作部とか、まあ、技術部っていってますけど、まあ、照明さん音響さん衣装さん、えー、舞台さんといった人たちはまあ年間で契約をしていてで<ー>今はおそらく多くの人が1年ごと更新みたいな感じになってますが、うんうん、私も入った最初の頃は、えー、年俸制で、えー、3年でまとめて契約を えするっていう形だったんですねでもそれが私がしたその時がなんで12年前ですけどその時がもう最後で、えー、その後は出演者は基本的に作品ごとの契約でも別でその、まあ、スタッフとしての技術ですとか、まあ、制作業務も請け負う人はそっちの部署の方で通年で契約してる場合もあります。でで、はあはい、でも基本的には期間ですね,そうですねてっきり月給で されてるのかなと思ってたので、いや、ちょっと意外でした。そうなんです、今は。はいえ、その青年団さんは。月給、月給です。違う。月給ですか。月給かどうか。ごめんなさい、月給。あの、月給に憧れて、憧れて。 わかります。<laughs> めっちゃ憧れる。わかります。給福利厚生。そうですよね。本当。給とボーナス。ね,ーボーナスね。ボーナスとか有給とか本当に欲しいですね。本当。ですね。<laughs> うちは時給ですね。<laughs> 時給。時給です。拘束された分。お金が出るようなシステムになってます。稽古も。はい。げねも。えー、作業も。事務作業も。<ー>はい。で、あのー。 値段がランクによって違ってて違るのかななんか<ー>えと、舞台監督みたいな、舞台監督の下で取り仕切るなんか棟梁みたいなのがいるんですけど、<ー>そういうのだと、いくらとか、<っ>俳優業はいくら、何回出演した人はいくらみたいな、そういう感じで。へか<ー>人数もいりますよね、はい、アゴラに詰めて、俳優とか演出部とかでアゴラに詰め、アゴラ劇場を運営してる人。はい ああもいれば長野さんも入ってたりあはいそうですねアゴラ劇場職員をしてました昔けど、はい、出てツアーに行かないといけないタイミングとかもあるから、はい、うそうなんです変わりたち代わりみたいなそうですそうなんですそうなんです、うん、俳優が基本アゴラ劇場を運営しているっていうかあのまあ制作の人もあの事務に入ってくれてたりとかしてますけど。 はい、時給ってさ、交渉してて上げていくの、はい、いや、えーとあ、そういうタイミングもありますね、そういうタイミングもあったりとか、あと、一、えーえー、回あもう、もう今は多分ん俳優は一律になっちゃったんですけど、昔は一回出演したらいくらアップみたいな、で二、うん、回出演したらいくらアップみたいな。ア,リア,アップ制だった そうです。毎回オーディションなんで出演できるかできないかは。なので。そうで,ね、そうですね。出演できればできるほど。時期は上がっていってました。あ,あ、私は。<何>私はあの、サファリピーは。えっ、ー、と、スパックさんと同じく契約で1。一本いくら。1> 1いくらはい。 ギアはステージ数で決まってます、ステージ、ワンステイクラ。で、今、サファリは、まあ、弱小、弱小なんですけど、なんとかこう稽古の稽古ニットを出すために今、頑張ってるみたいな状態でにい<の>会社スタッフ自体の別に社員になるとかっていうのはないってことなんですか ではないんです。だから害虫になりますね、一応。うんうん、害虫俳優としてサファリで出させてもらってるみたいな状態なんです。その皆さんはそれぞれのその仕事と対価みたいなこととか、仕組み、オーディションで今さっきやるとかあの言ってましたけど、不満みたいなものはあるんですか今。何個までですか何個まで <laughs> はいっるんです、ね。んるんですじゃあ三 <laughs> 個まで。三個まで。三個がちょっと絞りますね。<laughs> <laughs> そんなあるんです。三 <laughs> 個。じゃあちょっと考えてもらっていいのに。はい。おお二人はどうですか。私はまあ第一にやっぱ第一にボーナスが出ない。ー <laughs> ボーナスを人生で,で人生で一回はボーナスをもらってみたいなっていうのはあります。 ボーナスがないとさやっぱり、はい、なんだろうこう大きい買い物できないもんね。そうですねでなんか例えばね今は全然賃貸なんですけど家を買ったとしてローンを組んで、うんうん、ボーナス支払いってあるじゃないですか。あるある。うん、あれ私たちには適用適用されないよだからそこはもちろんだからちょっと多く払わないといけないだけなんですよねきっとえ。今ってさそういう、はい、なんかローンとかなんかそういうのあんの はないです。世界で暮らしています。でもゆくゆくはやっぱ家も買いたいなと思ってるので。ゆくゆくはですけどね、ボーナス支払いっていうのをちょっと。やりたいなって思ってますね。ボーナス。会社に会社にするしかないよ。だから。あ、そうですよね。失業夫婦っていう名前の会社作る。いやいそんな会社。いや、でも、まあ、ボーナスって法人化しない限り出てこない。そうですよね。そっか。そんな会社嫌ですけどね。 私一個目でした。三つあげ。三つあるんだ。みんなちゃんと三つある長野さんはどう。あの、子育て中じゃないですか。この期間は、じゃ、一応失業。ってことゼロ円なわけ。そうですね。はい、私の収入は劇団としては。作業に参加すれば。あ、もらいますね。そっか、そっか。はい。でも別にげ。 そのののメリットみたいはあるの青年団で、まあ、例えば劇団員として、はい、いつでもまあなんかワークショップの仕事があればできるよとかそうですねあの休むか休まないかは自分の判断で自分が仕事をするかしないかのさじ加減になってくると思うので募集などなどは絶えずメーリングリストがあって劇団内のそういうのとかでたまに流れたりとか、まあ、劇団としての仕事はそれで受けたりとかあとは。 外でし自分が仕事してるので再開するかしないかみたいな感じで高校に今教えに行ってるんですけどそれはもう再開してて収入にはなってますけどっ、うん、っていう感じですかねやぱ青年団に所属することで、えーはい、そういう、まあ、例えば今後、えー、と家,家族というか子育てしながら、はいえー、女優をしていくとかのメリットを感じてると思ってるって感じ、はい、あなんかそうですね 他を体験していないからわからないんですけどあ<ー>あのとても協力的なあの子育てしていることに、うん、とても協力的な劇団なのかなとはちょっと思うのでの多分私来年もしあの出演するチャンスはあってまだ出るかわからなくてあの決まってないんですけどもし自分が参加したとして、えー、その間子供をどうするのかとかそういうのは今えっ、ー、と そういうシステムが今出来上がりつつある状況ですかね。えー、なんか、えー、はい、あの保育所的な託児所的なそうですね。保育というか託児の方、えー、システム今作成中な感じみたいです。劇団的にれそれで切ると大きいよね。いや本当に早くできてほしいなと、えー、<laughs> なんか確立できたらいいのにと思いますけど。 さあじゃあ、石井さん <laughs> ちょっと、本当にありがたいことに、えー、とちゃんとお給料もらえてはいるんですけれども、うんまあ、あえて挙げさせていただくんだとすれば、ね <laughs> まあ、年齢なんですね、基本的に、えー、スパッーは。うん えー、キャリアというか全く年齢だというふうに、うんまあ、嘘か本当かわからないですけど言われていて、うん、なのでまあその残り、うん、まあその残りでかいもうハタチの子が、えー、主役ををやっても全く通りつがりの役だったとしても一緒なんですよ金そうなんですあの配役とか、えー、まあなんでしょうね貢献とかその労力に、えー、関係なく 決まってるっていうのがまあ、いいところでもあり、えー、ちょっとどうなのかなっていうところがありますね、えー、あと不明瞭。まあ、これはもうあの別にうちに限った話ではないと思うんですけど、まあ、オファーがあった時にいくらでっていう風に言われないんですよ。えー 基準はあのー、年齢だと思うんですがでも、うん、あれなんで同じ期間でこれとこれこんなに違うみたいなこととかもありますしさすがに12年いると大体いくらだなって考かたですけどそにびっくりするようなことが、えー、よくも悪くもあったりとかするのでうん、うん、なんで最初に提示しないのかなっていうのは。でこれは多分その 他の初めてスパッと入れる人たちに対しても同じような対応をしていると思うのでそれはちょっといかがなものかなっていうふうに思っているのが2つ目で3つ目はですねそのちょっと年齢というのにも関わるかもしれないんですけどあの評価される機会がないっていうのがえありますね。だからその まあ、お金を、ね、上げてもらうためにみんな働いてるわけじゃもちろんないですけどそのあく俳優とかも劇団員として、えー、まあ評価としてのまあ一定の一つの基準じゃないですかギャラって、ま、それをこの上げてもらうための機会だったりとか査定してもらうための機会がまあないなっていうのはちょっと,いなと思っております。うんうん、あすごいなんか 一回俺このラジオ鳴島さんに聞かせてから放送してあげても、うん、います <laughs> いますよ <laughs> 今シクと働いてましたけど <laughs> いやでもさだから僕らはさまあ簡単に言うとフリーであるってこと,とそんなに変わんない感じがするよね、はい、そうですねだから今言った問題ってフリーの人たちはよく言うよね佐々木さんね、うんはい、そうですね,ね社会保険に入りたいとかそうですね。<laughs> あ、でも逆に保険は入ってんじゃないの社会保険。保険は、あ、社会保険は入ってないです。もう普通に国民健康保険。あ,あ、ああそうね。あ、でも石井さんは入ってるよね。うんはい、いや、あの普通に、はい、国、民健康。あ、国保。国保な。え、長野さんは?はい。保社保ですかね、夫の。あ、ああ夫の方、ねはい。はい。いや、確かにでも、こう、さ、三つ目の、こう評価軸みたいなのって、こう、特に。なか、こう、いわゆる。 東京の商業演劇みたいなところの事務所が交渉みたいなことではなくて、はい、個人個人が一応大きな劇団とか、えー、スパックとかにいるとはいええー、何をね持ってこう自分の、うんえー、いわゆるスキルアップというかな何アップっていうのはちょっと分かんないけどこう、はい、そういうものはでも絶対仕事だから。 そそううしたいもんねたそうですねでも,あでもまあちょっと難しいじゃないですかあの、まあ、私が言うのもあれですけど必ずしもこの主役ができれば例えば技術があるかっていうと必ずしもそういうわけでは ないですし例えば宮城の作品だったらその、えっと、俳優が全部全編の演奏を生演奏でやったりとかしますけど全く一度も照明が当たらないところにいたとしてもその人ががいいいいななとと作品が成立しないっていうことはあるんですよでもじゃあお客さんがその人を見る瞬間なんて本当に悲しいからよっぽどじゃなければ一度もないですし私も「石井さん見えるからその中に隠れてて」とかって言われたりするんです。<laughs> そ でも, <laughs> でもその作品の、えーまあえー、と時間配分みたいなこととかをやってるのは実は私だったりとかするんですけど、まあ、もうお客さんはそんなことはもちろんつゆ知らずっていうような感じだったりとかするきにじゃあその人をあの評価しなくていいのかい <laughs> 日の目をまあ浴びる人がえ一番評価されるでいいのかでもじゃあその人がマパックの場合は年齢が若かったらおのずと,えと年齢制なので一番安くなってしまいますし何を基準にっていうのがあると思うんですけどまあそれはやっぱりそのここのあれに合わせていくしかないと思うので少しこうそういうような話をできるような機会とかがあるといいなと思いますね。 ちなみにお三方は役者のそういう,こう評価基準っていうのはこうああるべきだっっっててて思何かかりますか評価基準つまりまあ簡単に言うとこう,こういうことがまあこうやってる役者さんがきっといいんだろうなみたいなこうあるんですかね <laughs>。<laughs> まあそれがあのお金に直結してるしてない全く関係なくこう。 まあ劇団に貢献していることが大事なんだよとかいや,やっぱり技術がある方がいいんだよとか <laughs> まあなそれ別に下手でも花がありゃいいんだとかなんかわかんないけどこう、うん、そういうのってどうなんかどうなんですかサンディさん。聞いた話なんですけど、うん、まああの某進撃系の有名な劇団さんで東京で。 公演をした後にまああの演環境とかで地方ツアーを長くされるような劇団さんでですね、うん、あのーえー、アンダー全部の役のアンダーができる人がうん、うん、まあ一人いらっしゃってでその人が誰よりも、えー、ギャラが高いっていうあ<ー>はいある<ー>ことがあるんです。ただその人はあの何事もなければ、うん、一度も舞台に本場の舞台に立つことは、うん でもその人は実際いつ誰が誰何時あったとしても、うん、そこに入れるっていうだけの実力があるわけですよね。だうん、ただただあの何事もなければ一度もお客さんの目には触れないでもその人は、まあ、ある意味、まあ、もちろんいくらぐらいかはからないですけど、まあ、契約用ギャラとしてああちゃんと,その、えー、と存在価値を評価されてるっていうのは あの非常に素晴らしいことだなと思いいます、ねまあ、いざ自分がその立場になった時にそれが幸せかどうかはもちろん分からないんですけど <laughs> うん、うん、でもあの決してその、うん、邪険に扱ってないっていうか翻訳にはさせてあげられないし出演はさせてあげられないかもしれないけれどもきちんとこの仕事になってるっい責任感と評価をされてるっていうそのシステムは素晴らしいなと思いましたね。そうだねそれはつまり講演 何が大事かって言ったら公演を中心させないとかっていうことを重きを置いてるってことだもんねその値段ねそうです、ね、ギアで言うとそのギアはその年更新でその契約が更新されるたびにそのギャラの値段とかがまさかに上がってたりするんですけど、うんうん、多分あれはもう完全に実力の,あの評価。 なんですけどその基準が分からなくて多分プロデューサーがあいつのあのー、ギャラを何ぐらいくら上げてやれみたいな口添えがあれだと思うんですけど、うん、だから逆に私は聞きたいですその演出家の方が何をもってギャラを上げてくださってるのか聞きたいどういう点をこう <laughs> あこいつちょっと。 あげてもいいかなって思えるのかとかは、ちょっと聞きたいですね。めっちゃ聞きたい。ちょっと、演出家は、そもそもそんなギャラ査定に、絶対関わってないから、はい。そうそうだけどただ、あの、今のその、ギアの話を聞いて。はい、僕、多分、小原さんのね、はい、考え方で言うと。勝手なこと言うよ。勝手な、違うかもしれないけど。多分、やめてほしくない役者に、のギャラをあげるんだと思う。そんえっと、トータルの、多分、査定だと思う。 つまり、えー、例えばこの人がいるとそれこそさっきの,あの石井さんの話じゃないけどこの人がいると舞台全体のクオリティは上がーな,んだろうな別に華やかになるとかじゃないけど例えば新人を育てるのがすごくうまいからやめてほしくないとかもしくは逆にすげえ友達がいてなんかまあ常に客席に5人ぐらいはこいつの客がいるから残そうとか多分その辺は日々変わっていく。 と思うんだよね2017年の時と2020年では多分その基準も変わってるからまあだからそういう誘導的な中で勝手なこと言うとねギャラって決まってんじゃないかなってギアに関してはちょっと勝手に思うけど。なるほど総合格闘技みたいいいいですよいいんですすねおどううことよ <laughs> ごめん佐々木靖子からようやくトヨが出てきたからちょっと <laughs> <laughs> 初めての例えば総合格闘技嫌ですけど、ね、<laughs> でもあれですよ集客力とか実力とかこういろいろ総合格闘技ですよねでもなんかそのいわゆるよくさ、うん、5つのこう丸に5つカピーー、うん、ってでさ表があってどっか1個が出てても別に構わないと思うんだけどね。点数です、ね、いやそれはだからカンパニーによって違うと思うけどあの、うん、判断を。 そうですね。うん、長野さんはどうですか?。ああ、そうですね。えっ、ー、と、お金に直結しなくてもいいんでしたっけ?えー。うん、いい。あの、なんか、うちは、あの、演技と演出っていう平通りとが書いてる本にも書いてあると思うんですけど。いい俳優の条件っていうのが、三つぐらい書いてあって。うん、で、それは、今、ちょっと、すぐに思い出せなくて、どうしよう。<laughs> <laughs> <laughs> もうこんな感じで俳優ずっとやってるんですよね。さすがって言うつもりでいたのに。<laughs> そうね、俺ね、中野さんは青年団を、あのー。<laughs> 代表していろいろ喋る人じゃないのよ。<laughs> そう、違うんですよ本当にみんなやめてほしい。こんなゆるゆる青年団にいる人いないと思います。いや、本当にそう思う、俺も。<laughs> いや、本当に。<laughs> アッシュだし。<laughs> 青年団っぽくないってずっと言われてたし。<laughs> そう、まあ、あるんですよね。でも、なんか、多分、でも、ざっくり言うと。<laughs> あの、平田おじさんのオーダーに答えられる。 うん、ってことなんだろうなって思ってて、で、青年団で出る時ときと、えー、外で出るときはその条件が違うと思っています私。うんうんうん。求、うん、められることが。うん、あと青年団は多分アンサンブルが上手な人がいいのかなとか思うんですけど。うんでもでも中にはえっ、ー、と個人的にそのアンサンブルを崩していくエゴの強い俳優がいたりとか <laughs>、うん。うんうん。<laughs> ここら辺すごいなんか <laughs>。 ちょっと黒いことを喋りかけそうになっちゃうんです。<laughs> でも <laughs> そういう人が評価される理由もわかるんですよ。で <laughs> もモっとしたりとかするんですけど、なんなんですかね。私はどっちらなの？な長野さんは<あ>青年団で共感されてるなとアンサンブルに命をかけたいタイプです。えー、どっちかかわかんないですけど、エゴエゴを敵とみなしてるタイプな。 <laughs> でも外だとそれは通用しなくてもう自力っていうのは何なんだろうって言語化するために突き詰めて考えるとそういうところも必要になってくるのかなとか思ってるんですね。と思い出しました先年は多分織田さんは同じことを何回も再現できるのに多分条件一つあったと思います。<ー> <laughs> はい こんなのかね。はい。よかった、三つのうち一つでできて。出てきてます。あと <laughs> に本もあるんで、そうあとに個あと三つだ。あとに本、ね、はね、自分で本買って読めてます。そうそうです。なるほど。どっかに書いてあります。<laughs> 商売上手みたいな、ね。<laughs> ひどい。概要欄に書いておきますか。<laughs> でも確かになんかいい俳優さんの条件って現場によって本当に変わっていくので、はいはいで,、ね、でそれを だからっていってキャッチできる能力が高い人がいいってわけでもまたないんだもんね、ちょっと裏切ってる人の方が良かったりもするし、うんうん、そう本当、一概に言えないですよね。に言えないよね役とか、多分ね、人数、うん、その合う、合わないありますからね、うんうん、なんかすごいな。 若旦那はさ制作的な立場でさキャスティングをするわけじゃん、はい、あすること多いですね。ね、はい、そういう時はさこうまあ俳優さんをやっぱりそれは演出家がきっと好きだろうなみたいな感じなのそれでも役があって例えばこの書老のおじいちゃんはこんな風だからこの人かなとかなあまああのうちの劇団とかあのキャスティング 関係なく相談とかでキャスティングされる時はどんな人がいいとかは聞きますけどうちの劇団で行くと合いそうでなおかつちょっとあの今までなかったカラーの人とかを入れたりんなんかいつも同じ人でなんかなっていきがちなんですけど、うんね、とかも含めて、うん、あのなんかまあ話が早くはなっていくんですけどそれだと。 ほと、うん、り会員に関して言うと演出が成長しないだろうなって思ったりもするし、うん、あのもうこの人こんだけずっと一緒に客演してんだったら劇団員でいいじゃんみたいな、うんうん、けど入らないみたいな人とかがいたらもうちょっとその人はもう今回は呼ばないでいようよって言ってあのこういう新しいあの僕いいと思ってる人がいるんだがなんから今度こうやるか見に行ってって。 言ったりとかして。あの話し合って決めます。うん。なるほどね。なんかまあ結構。<っ>なんか。だか小鳥会議というか、あの、めっちゃ昔に佐々木康子。はい。出ていたと思うんですけど。はい、その時とかも、全然ギアとかもやってないし、フリーランスだ。だ、これだけど、あの、康子はすごくいいから、山本君。ちょっと見て、使ってみてって言って。 やっぱりすごいって言ってましたからね。誰がヤスコがすごいって,ってたの？あの僕が、あの僕が言ったの。やあのヤスコこれから売れてくるから <laughs> 今の。いや分からんなヤスコすごいって俺にも言ってきたことある。<laughs> おお<ー>。そうなんかありがたい。それ神戸でやったからやんね。後輩やからやん。<laughs> けどあのキングアンドヘビーとか僕別にすごいって言ったことがないと。思うやかましいわ。<laughs> そんなこと言います。<laughs> <laughs> ちょっと出しちゃった出しちゃっった <laughs> 別に若旦那まで毒舌になりしてないからね今「<laughs> <laughs> キングヘビ」面白いじゃんか。面白いこんなこと言っても笑ってくれる彼らが素晴らしいそさっきさオーディションの受けるってオーディションってよく受けるんですか3人は。 そうですねスパークは今、えー、と内部オーディションっていうシステムが一応ありましてうん、うん、ただそ,の受けそれを受け入れるか受け入れないかっていうところがボスに、えー、判断されちゃうっていうのもあるんですけどそれ以外で、まあ、もちろん外部のオーディションも、えー、受けますし、まあ、いわゆる、まあ、CM とかまあそういう広告とかのオーディションも私はイントリーしますね、うん、そのオーディションっていう仕組み ってどう思ってんのかなっての一回聞きたかったんだけどあれがあるおかげですごい助かってるし楽しいなのかいやそもそもオーディションっていうのがすごいハラスメントで暴力じゃんって思ってるのかどう<ー>うなんですかそうですすかそね私も時々その出たいなって思う舞台を受けるんですけど、うん、あの時間にこう何を見てくださってるのか わからないし<ー>すごく怖いしなんかもう毎回震えてて帰ってきます何、ね、<laughs> <laughs> かああそうなんだ字を出せないままっていうかでもそれでもまあ見抜いて落とされるんだと思うんですけど見抜く力があるんだなと思ってこっちは信じて受けますけどそうですね、信じるしかないっていうのは、ね。なるほど なんかその点そういうことにおいてそのフェアじゃないなっていうのはうん、うん、その向こうもえ出る方を選ぶしこっちも果たして本当に出るかどうかっていうあの両方が査定してるっていう環境であることが理想だなと思うんですけどうん、うん、まあ大体特にまあ日本においては違いますよねもう出たい方が <laughs> 出たし,しくださないしますありがとうございます <laughs> っていう感じでもう行くしかうんうん、うん なくて向こうはもう俺のさじ加減一つなんだぜっていう事故あるとかちょっと最悪ですね、うん、そうですね <laughs> <laughs> 自己 PR してあはーいみたいなこ<ー>うん当た <laughs> ったんだって <laughs> ごめんごめんちなみにやすこさんはどんな自己 PR するの <laughs> 私はですねあのまあ日によるんですけど、うん、あの実家が800年続く寺の娘でして、えー、先天的な品の良さと後天的ないやらしさが持ち味ですみたいなこと <laughs> あはい」みたいな <laughs> <手>「あそういうの大丈夫です」みたいな。<laughs> <laughs> しゅん 避いすみません。<laughs> 面白い。<laughs> ありますね。長野さんはそれこそね、さっき言ってる、ねはい、今までいろんなオーディション受けたと思うし、はい、もちろん青年団のオーディションも多かっただろうし。ああ、そうですね。でも考えてみたら、そういえば内部のオーディションばっかりしか受けてないかもしれない。はい、確かに皆さんがおっしゃるように<ー>そういうのが苦手で、あの対等じゃないっていうか、あの、うん、外でだから一方的に選ばれるっていうのがどうしても勇気が出なかったのもあるんですけど。 そそれこそ自己 PR とかもすごく下手なんでなんかすごいそういえば受けてなかったかも<ー>外<は>青年団のオーディションはじゃあちょっと全然違いますねなんか多分あのー、出たいってあノミネートあの役があって、うんえー、役10に対して、えー、希望者30とかが来ると、うん、じゃあこの A っていう役は「お前とお前とお前」みたいな。 B って役はお前とお前とお前みたいな、うん、そういう組み合わせを毎回オーディションで見るっていう感じですじゃあ何オーディションの時にもうすでに ABC、うん、とかの役で例えばセリフ合わせをさしたりするわけそうです俳優は全員その部分のセリフを覚えていきますオーディションでなるほどじゃあ、はい、どっちかっていうと選ばれる基準が組み合わせの妙みたいなところをそう,そうですそうですバランスを見てるんだと思います、うん、あのはい ほんとにさっき言ったアンサンブルとしての作品そうですね。なんかちょっとわ若旦なさ時間がそろそろだけどもっと話したいんだけどちょっとあのなんか未来の話を聞こうよ。けど多分最後に聞くのはここから先なんか23年後と3年後なんかなどうなっていきたいと思ってるのかとかは聞,聞きたい。ね、あの3人聞いてお あの、締めていこうかなとは思います。誰から聞く?生。挙手制?。三年後。二三 <laughs> 年後。はい、じゃ、挙手制で。あおあ。なんか、あの、うちはですね、サファリピーとしての目標が決まってるので。それを頑張ろうと思ってるんですけど、<ー>その。アルバニアの作品を次次回取り扱うんですけど。そのバルカン半島を周遊してツアーするというのと。 あとニューヨーク公演をサファリ P でするっていうのを目標に今、動いてます個人的には、はいや、難しい問題ですけど、こ,こう産みたいという気持ちと、<う>でも休みたくないという気持ちで今、うわ、そうしね。<laughs> はい、体使うしギアも使うし、はい、休もう産むとなったら休まないといけないけどどうしたらというのが今直面してますね。なるほど。うん、え、な、ちょごめん長野さんはそれ悩んだ？悩みました。めちゃくちゃ悩みましたね。<ー>そうですよね。はい。で、まあもともとうんそうですねはい、子供を 儲けるのかどうなのかっていうところからになっちゃうんですけどまあでももう腹をくくでこの期間は休むけど、うん、絶対早く復帰するっていうふうに、うんうん、夫と話し合いました、うん、この期間だけ休むけどあとは出たいから一緒に子育て頑張りませんかみたいな感じです。そっかだかだら旦那の協力は大事だよねもうほんと あとそうですね早く技術が発達してうん、うん、男性か女性かどっちのお腹に入れとくかみたいな選べたらいいですよね <laughs> めっいいですね,ですねそれ本当にめちゃくちゃ思います <laughs> ね<え>どっちのお腹にトツキとか入れるかみたいな <laughs> ねこれだけはね <laughs> 本当はそうですよねめっちゃ思いますね、うん それで言うと生まれた後もさあのー、男の人からちゃんとお乳が出るようにも多分した方がいいよ。カスタマイズした方がいいですよね。うん。あれ結局そこ大変だもんね産んだ後が乳離れするまでが。い時代になってほしいな。<laughs> <laughs> 石井さんとか思いつきました そうですね23年後、えーうん、スパックの、えー、公演全席完売満席っていう状態にしたいです、ね、でもすごいみんなさやっぱり最初にさ自分の個人的な欲望じゃなくてちゃんと劇団あっての自分だなみたいなところもやっぱりどうしてもありますしそうですねはい。 特にね今コロナでねなかなかこうお客さんも入れられないから、ねはい、もうこればっかりはまあなんか新しいね生活様式とかっていうふうに言いますけど今までのなんか概念みたいなものと変わっていったとしてもやっぱりこの、まあ、多くの人がスパックを見たいって思ってくれて今どうしてもですね,本当にね これまで毎年行ってて海外公演とかだと、うん、あのチケット完売でプレミアがついたりとか、えー、しているんですよねそうなんですけどもニューヨークだとすごい値段になってた公演のチケットが、えー、静岡だと別に全然当日券出ますみたいなあの席も選べますみたいな状態だったりとかするのがもうあのずっと続いているので、ね、悔しいよねそういうので、ね、ちょっとねそうですね、うん、なのでこのあの実際本当に、えー、まあ 世界と静岡をつなぐ窓でありたいという思いがありますので。静岡での公演もあの本当に、えー、多くの方に来てもらえるようにしたいなと思ってます。個人的な、なんかじゃあ目標もありますか。個人的には、そうですね、あの映画に出たいですね。はい。 あの映像の勉強というのをもうほぼしていないに、えー、近いんですけどわ、まあ、割とこのその映像界隈だとやっぱ映画を専門にやってらっしゃる方と知り合ったり絵、うん、なんかよくさせていただくことが多いのでこの映像、まあ、ドラマとかとまたこうちょっと違って1本映像の作品を作るということをしっかりそれに携わるということをやってみたいなと思ってます。ぜひ楽しみ お願いします。どうにかしてください、ボリーさん。そうに全然映像畑じゃないかな、俺も。でもなんかあったらぜひ。はい。お願いします。はい。長野さんじゃあ最後。演劇ユニッ出てそうな。ああ。なんてあの青年の演劇一に。ああ、そうですね。映画が映画出てるわ。総だ監督のはい。長野さん出てる。とあのもうああそうですね。あうんちょっと映ってました。ええそうですね。 個人的なのでもいいですかねもちろんもちろん。<laughs> <う>今特にねねそうです、ねうん、個人的にはあの、まあ、復帰もあるんですけどちょっとあの俳優もそうなんですけどちょっとあの高,高校生とかに演劇を教える機会がもっと増えればいいなと思っていて、うん、なんか多分私もそうだったっていうのがあって何ですかね。こう コンプレックスからの出発がすごい。がすごいあって私あの高校の時演劇やってたんですけど全然うまくできなくってずっとうまくいかなくって青年団に入ったみたいなところがあったのでそのうまくいかなくて青年団で。あの 言葉を得たというかこうしたら多分うまく見えるみたいなのを入手したのでそれを高校生たちに分けてあげたいなみたいな、うん、ちょっと思ってるのが今大きいですかすごいなかね。それもあると思いますなんか踏ん切れたのも高校演劇に関わったっていうのもありますね。うん、はい その話だけでまたなんかいろいろした聞きたくなるぐらい,いめちゃくちゃ話したくて、うん、そっちの方が、うん、<laughs> 話したいですとこの辺はちょっとじゃあぜひ今度はリアルでこのなんかせっかくいい機会でね、うん、こう,ねうご,ご紹介できたので三人でなんか三人姉妹でもじゃあやりたいですやりましょうやりましょうめっちゃやりたいですやりまし回やりましょうよ二回やりましょうよで作る、はい いや、でも、家族で会いましょう、本当に。そうしましょう。皆さんを呼んで。何か第二弾をやりましょう。はい。はい。はい、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりましたね。結構、いつもよりたくさん。喋ってしまい。でも、さすがだね。うん。さすが、なんか、喋りも上手いし、みんな。 ちょっと感動したすごい。うん、いや、本当、ちょっと、初めましてだったんですけど、いや、女の人がさ、ね、3人、初めましてだとさ、こう、け制する時間が大体3四40分あってさ、まあ、うん、残り10分ぐらいでようやく本音かなと思ったら、割と始まって3分後ぐらいから、もうさ、<laughs> 切り出してくれたから、だいぶ助かったよね。 いや石石井井ささんんがすすごい。石井さんすごかったね。切切りり込込みみ隊隊長。切り込み隊長だわー <laughs> いやなんかついついね、うん、隣の芝生は多いじゃないけどこうそれぞれみんなまあもちろんねいいところはたくさんあるだろうしそれぞれの現場ででももちろんもっと良くなるって思ってやっててうん、うん、で、それが。 結果なんかね最後の目標を聞いてもこう集団に帰属するようなところだからまあ演劇っていう芸術がさどうしてもこう個人では成し得ないものだしそれが良かったりするじゃん個人だったら絶対到達しないところに行けるみたいな美、うん、しさはあって、まあ、それをねみんな理解してるからこそよくしたいって思ってるみたいなことが聞けて。 よかったです役者さんの話をもっとこのラジオを聞こう若旦那。そうですね。ついついさ、僕らもね、今、制作の人とか、演出家とかを、劇場の人とか、呼びがちだけど、ね、たまにはこんな感じで、役者さんにも出ていただいて、えー、このラジオ番組も進めていきましょう、また頑張って。そうですね、はいあの。もう3月末ですけど、継続していけるなら。継続決定でしょ <laughs>